カープ、栗林良治さん、終わる。0勝2敗5セーブ、防御率 5.40、ウィップ 1.50。どうしたんや。4月18日の阪神戦も追い込んだのに粘られて、決め球でも空振り取れず、さよならは答えるやろな。猛虎打線が強すぎて申し訳ない。阪神は安明も燃やしてるし、中継ぎ打点割に抑え打ちすぎやろ。前世紀の安明最初に攻略したのも阪神だし、それ系の攻略法あるんやろ。阪神が強いだけ定期。他球団抑えてる時も良くないし。ストレートでストライク取れなくて、フォーク頼りになるのがきつい。ゾーンで勝負するフォークって結局打たれるよな。千賀も最初の頃は投げてたけど。フォークが全く落ちずに横に滑ってる。栗林は1年目が良すぎたな。1年目、大魔神佐々木の再来かと思ったのに。劇場化するあたり、長川の再来だったな。試合後、新井さんのコメント、栗林も打たれることもある。うちのクローザー、また次も信頼して送り出したい。かっこよ。